阪市梅田出身の世界チャンピオンマイティーの上、ガニアのスリーパーホールドか、スリーパーホールドのガニアか、 AWA 世界チャンピオンバーンガニア、そしてレフリーがビル・ロビンソンであります。舞台装置は満点ですね。本当ですね。さあどういった試合展開になりますか。お二人から一言ずつ話を伺いたいと思うんですが、まず小島さんいかがですか。そうですね、本当に予断はできませんが、まあ、井上にはチャンスがあるんじゃないかと思いますね。本間さんは、私はやはり井上選手の方がちょっと不利と似てるんですがね、はい、やはり試合駆け引きじゃもうなんて言いますか、格段の差があるという印象を受けるんですが、ただここ大阪ということでですね、井上君のこう奮起期待したいですね。はい、気力それだけだと思います。気力および25歳という若さの爆発を期待したいマイティー井上。1本目開始のゴングが鳴りました。大阪フリースタイル館のリング上、今日は真っ赤なトランクス、 AWA の帝王バンガニア、一方サイケ調のトランクスをつけております IWA 世界チャンピオンマイティーの上。ガニアの体勢がまだわずかですが、マットから浮いております。あーっと逆襟を崩しましたバンガニア。肩口から当たりましたガニア、2発目、3発目、これは体を沈めた井上、どんどんバッター井上、きれいに2発ドロップさせました。井上ホールの体勢に入ります。タイムヘッドスタースピードを決める得意技、2発存分に空中殺法を見せホールの体勢に再び入りました井上。カウント2ですね。井上がバックで回った、バックで回った、スリーパー決まった、スリーパー決まった。さあ井上逃げられるかどうか、井上逃げられるかどうか、バンガニアのスリーパーホールドがほぼ完全に決まりました。これは門馬さんどこですかね、はい、完全ですね、ほぼ。いやちょっとですね、今ほとんど決まってます。井上選手ですね、相にこうスッと飛び込んじゃったんですよ ね、 しっかり裏をかかれましたです。井上の腕がだらっと下がったところでロビンソンがストップ、はい、ゴングが鳴りました。とうとう1本目、あれほど健闘しながらマイティーの上一瞬の隙、その隙を巧みにスリーパーにと捉えましたバンガニア。まずバンガニアが1本目先行いたしました。返しました井上、ホールの体勢で入った、これは激しくコーナーバックに片道から取りましたガニアです。小島さん、このガニアの動きに誘われてうかつに飛び込むことはないですね。いきませんね、まあ、さっきの経験があるから今度は大丈夫でしょうけどね、はい、また強い張り手ガニアです。さあどうか、ナイスタックル、井上が当たり勝ち、2発目、これもクリーンヒット井上、そして最後のショット
と井上がスリーバント大学を抑えました。バンガニア場外でゆっくりと回復を図ります。井上もバンガニアの顔面を攻撃。ガニアをロープに飛ばした。ああ小屋きれいに決まった。ガニアのドロップキック。ガニアのホールの体勢に入った。カウントカウントカウント2カウント2。さあもう一回カウント。これは井上がカローケステップバック。ガニア自爆ガニア自爆。ラッシュいたします井上。ロースを見たらいい角度に決まりました。カウント2。もう一つもう一つもう一つ井上を失ったと。モンパさん両方ともダメージ大きいですよね。ダメージ大きいですね。さあカウントが進む。ロビンソンのカウントが進む。さあフォアの体勢に入った。フォアの体勢に入った。カウント惜しい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 ところだ。逆にバックドロップ場外に井上転落。ガニアも落ちた。ガニアも落ちた。両者場外転落。さあちょっと放送席の角度からはブラインドがにリングがブラインドになっておりましてよく分かりませんが、どうでしょう。まず先に技をかけられた井上がそれを追いかけるようにしてガンガニアも場外に落ちた。井上が先に立ち上がった。井上が先に立ち上がった。20カウント以内に戻らなくてはいけない。ガニアがその井上をまた引きずり下ろしました。18までカウントが進んだ、はい、今度は井上がやり返す。ついに20カウント20カウント両者リングアウト両者リングアウト。いやー本当にまあ門馬さん手に汗したですね。今のバックドロップをですね、かけ合ったその部分、まあ、ガニアにとっては不運だったんですけども、紙一重の試合でしたですよね。小島さんいかがでした。いやすごい試合でしたね。本当に今手に汗握るというのはこの試合ですね。今やっぱり両方がつまり得意のバックドロップを両方掛け合って、両方失敗しました、まあ、失敗はしなかったけどそれが元になりまして結局両替落ちて上がれなかったわけですけどね。対応豊かな素晴らしい試合でございました。互いにまあ持ち味を全部出したという、そういう感じの試合ですね。